ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりジジイじゃ。おーやったぞー。ついにクリアしたんじゃー。じいさんどうしたの？そんなに喜んで。歳を取ると涙腺が弱くなると言うけど本当なんだな。じゃわい、本当に感動しとるんじゃ。ついにセガサターン版の機動戦士ゼータガンダムの前後編をクリアしたんじゃ。完走したんじゃよ完走。しかもハードモードじゃー。セガサターンの機動戦士ゼータガンダムってあれ？前回紹介していたやつ？ああ、ガンダムゲーム史上最悪のクソゲーって紹介してたやつか。そうじゃクソゲーってパワーワードを使ったせいで若干荒れかかったあれじゃな。続編やってたのね。前回の動画はたくさんの人に見てもらってコメントも多くもらえていたんじゃ。その中で多かったのが前編の操作性は悪いけど後編は改善されて遊びやすかった。後編の難易度は高くなく快適に遊べる。のような後編は遊べるよう楽しいようと肯定的な意見が多かったんじゃ。後編に関してはかなり肯定的に捉えている人が多いのね。そうなんじゃ。失礼ながら意外だと思ったんじゃが、後編に興味が湧いてきて急遽購入に踏み切ったってわけじゃ。このために購入したのか？うむ、買った。気合入っているな。あれだけコメントで勧められたらやらないわけにはいかんじゃろ。しかも遊びやすい難易度も高くないみたいに言われたら、ハードモードでやれって言われているようなもんじゃ。久々にゲーマー魂に火がついたわ。おお、なんかジジイのゲーマー魂を初めて見たわ。というわけでハードモードでニュータイプしまくるジジイの活躍を高評価とチャンネル登録してどうぞ。メリジーのゲーム万歳。それでは例によってゲーム概要から説明じゃ。機動戦士ゼータガンダム後編空を駆ける。1997年9月25日発売で定価は7480円。後編とついている通り前編が存在する。前編については本チャンネルでも紹介しているので、まだの人は見てもらえると嬉しい。後編は神優がゼータガンダムに登場するところから始まる。ゼータガンダムが神優、百式がクワトロ、マーク2がエマと最終回まで続く体制になったわけじゃ。いよいよゼータガンダムを操作できるのね。ここまで難易度が高かったのは操作性の悪いマーク2だったからね、しょうがないね。反応速度の悪く操作性が残念なマーク2をエマに当てがう神優。さすがはニュータイプ能力最強。神優が戦場で何を見て、何を感じ、どう成長していくのか。そして第3の勢力アクシズの登場で物語はどうなるのか。そんなこんなでやっぱりゼータガンダムのストーリーは引き込まれる。暗いけど引きずり込まれるぜ。おそらく前編でエアになって後編を見ていない人も多いと思うからじっくり見ていってちょうだい。まあこんな感じのオープニングになっております。神優とクワトロがかっこいいタイトルね。なんかこれも前編のセーブデータがあるとタイトル画面変わるとかなんとからしい。詳しい人コメントで教えてくれると嬉しいのじゃ。このタイトル画面の曲も壮大な感じで良いので聞いてください。それでは続いてゲームシステムの解説いってみるぞい。主に前編との違いを中心に説明していくぞい。それではゲームシステムじゃ。前作同様横スクロールシューティングじゃな。より細かく言うとアクション要素も含まれる横スクロールタイプのシューティングゲームといったところじゃ。前作との大きな違いは攻撃方法が選択方式じゃなくなったことじゃ。前作にあった上のバーがなくなり、初代ガンダムと同じようにコントローラーのボタンで攻撃方法を切り分けできる。遠距離、近接の自動切り分けはないが、スムーズで軽快な操作が可能になった。ライフルのため撃ちによるハイパーメガランチャーの使用が可能になった。これがバカみたいに強い。というかバカ。ザンギエフでいうところのスクリュードライバー。ボス戦もこれでノーシル垂れ流せるレベル。あとはゼータガンダムっぽく可変になりました。ウェーブライダー形態は動きが速く被弾しにくい。でもニュータイプ攻撃ができない。そんな感じです。それじゃあ実際にやっていきましょう。それでは難易度をハードに変更するぞい。ハードモードじゃ。これでやっていくぞい。じいさん本当にハードモードでやるのか。年寄りの冷や水とはこのことだわ。それでは開始じゃ。まずはパイロットレベルの引き継ぎからじゃな。前作のデータ引き継ぎね。ほう、経験がいったな。
支援機としてエマさんのマーク2が出てきたぞい。エマ支援じゃな。ティターンズの新型モビルスーツの前にガンダムマーク2は撃破されてしまうが、エウーゴも新型モビルスーツゼータガンダムを加え、戦いは新たな流れを見せていた。メタスも入れてあげて。そんな中、月の中立都市フォンブラウンをティターンズに制圧されてしまうが、アーガマが発電施設を抑えることに成功。ティターンズはフォンブラウンから後退していく。一方、地球ではエウーゴの作戦指揮官ブレックス准将がティターンズに襲われ息を引き取っていた。駆けつけたクワトロは自分が政治の舞台に立たざるを得ないことを知る。アーガマにアプティマスシロックの元からサラザビアロフがエウーゴの拠点グラナダへのコロニー落としを密告にやってきた。サラの言葉を信用するカミーユだったが、なぜかサラ自身を信じようとはしないのだった。この辺急展開よね。その時グラナダに向け移動している無人コロニーをキャッチしたアーガマはコロニー落下を阻止すべくモビルスーツ隊を発進させる。コロニーが落ちる日、モビルスーツ隊は核プラスエンジンに取り付け、何としてもグラナダへの落下は避けるんだ。了解。さあ始まったんじゃ。いよいよデータガンダム後編ハードモードの開始じゃ。これがハードな空なのね。さあジジイ指弾よ駆け抜けるんだぜ。ここは私に任せて。早速エマキを呼び出したんじゃ。ハードモードだし一人だと心細いんで。なんかメモもいっぱい出てきたわね。メモは飾りで役に立たん。エマさん、いい仕事をしてる。ハイパーメガランチャー強すぎる。最初のステージはハードでもそんなに難しくないな。エマさん定時退社。カミーユってやつが女子供に頼るとは、エウーゴもそこが浅いな。をさせたのはティターンズだろ。なんだと。ヤザン来たー。ヤザンかっこいい。なに、再び向かって撃つのか。ジャマイカのやり。当時中学生の時は粗暴で怖いキャラで嫌いだったが、大人になってから良さに気がついたんじゃわい。くそ、これほどとは。ジャマイカンがここで退場だな。ちなみにジャマイカンエマでググると AI がこんな回答をしてくれたんぜ。ジャマイカンダニンガンはアニメ機動戦士ゼータガンダムに登場するキャラクターです。エマシーンがジャマイカンダニンガンの声優を務めています。エマさんあんなヒゲのおっさんの声やってたのか。いや、やってねえだろ。カミーユたちの働きによりコロニーはグラナダに落ちることなく終わったが、サラに惹かれるカツはサラを逃がしてしまった。裏で何やってんだカツ。
ヤザンは戦いの中でジャマイカンの抹殺を画策する。アレキサンドリアはブリッジに攻撃を受け、ヤザンの思惑通りジャマイカンは空へと消えていく。謎の動きを見せる巨大輸送戦艦ジュピトリス、アーガマはその正体を確かめるべくレコアロンドを潜入させる。ジュピトリス艦長のパプティマス・シロッコはレコアの正体を見抜いていながらも、なぜかレコアの行動を許すのだった。また無事アーガマへと帰還を果たしたレコアもシロッコのことは報告できずに、しこりとして心に残してしまう。空へと戻ったクワトロはエウーゴの実質的推進者メラニー・ヒュー・カーバインと会見し、エウーゴはジオンの残党アクシズと接触を図ることを決定する。その頃サイド4中域を移動するアーガマとラーディッシュはアレキサンドリアから出撃したモビルスーツ隊の防戦に向かっていた。ジェリド特攻。ジェリド陽明挽回の時が来たぞ。カミーユ、アーガムが敵の攻撃を受けている。アーガムに戻れ。何？こちらの敵はおとりか？引き返す演出まで入っているなんて芸が細かいわ。神、補給物資を受け取れ。今の補給物資は間違ってボタンを押したな。トーレスのやつ、トーストにしてやる。聞こえてるぞ。そうじゃった。基本的に同一軸にいる敵はビームサーベルで倒していくぞい。無双っぽい感じでやっていく。それにしても前編と違って操作が快適すぎるのじゃ。モビルスーツパイロットとしての自信を取り戻していくんじゃ。マラサイ軍団の登場じゃ。わらわら来たわね。大気圏突入の悪夢が蘇るぜ。まあ雑魚化しているので楽勝じゃがな。ジェリドとかクリコンってそれなりのパイロットだったのかしらね。ここ、手前の敵をやりつつ、奥の戦艦を落とすのが気持ちがいい。結構ニュータイプ感を味わえるぞい。さあいよいよジェリドとマワーのガブスレー戦じゃな。カミーユ、また邪魔をしに来たと言いたいが。ジェリド、隙は俺にある。何を？Thank you.
が車線上に入ったー。もらったー。原作再現度の高い倒し方をしたんぜ。アリユ様なんだ、今の感覚は。マウアーだって、マウアー。なんでお前はいつも。俺だってまだ死にたくない。されて、カミーユはジェリドメサを撃退したが、アーガマの受けた被害も決して小さなものではなかった。アーガマは次の作戦に備え、修理と補給のためにフォン・ブラウン市へ入港する。フォン・ブラウン市街に出かけたカミーユはサラ・ザビアロフと出会う。サラはアーガマの入港している港を爆破しに来ていたのだ。そのことを知ったカミーユはアーガマへと連絡を入れる。爆発に巻き込まれずに月から発進をしたアーガマだったが、アクシズから一隻の戦艦が地球圏に向かっているという情報を入手したため、修理もおぼつかないまま地球圏へと進路を向けた。その矢先、シロッコの乗るドゴスギアがアクシズと接触する気配を見せたため、ドゴスギアに対し先制攻撃を開始する。謎のモビルスーツ。各モビルスーツ、攻撃開始。目標、ドゴスギア。了解。Thank you.
の攻撃もまだまだ激しくないわね。ハンブラビー、よく生きていたな、カミーユ。お前はそっちの都合通り一挙者かよ。証拠りもなくまた来る。落ちろイカデビル。撃破ぜ。え、弱すぎだぜ。そして画面奥に光点が増えたんぜ。突如現れた謎のモビルスーツに救われたアーガマはモビルスーツに先導されてアクシズの戦艦グアダンへと向かう。アクシズはザビ家唯一の生き残り、ミネバラオザビを旗頭としていた。その実権はハマーンカーンが握っていた。アクシズとの接触に成功したアーガマだったが、アクシズとの交渉は決裂してしまう。ハマーン様。その結果、ハマーンカーンとパプティマスシロッコを結びつけることとなり、ティターンズ・ジオン連合軍隊エウーゴという図式が成立した。全然支援機が来てくれないんじゃ。神湯ぼっちね。ドゴスギアから発進したモビルスーツ隊に追撃を受けるアーガマはレコアの乗るメタスを撃破されてしまう。サボテンの花が咲いたわね。動揺を抱えたまま衛星軌道上からカラバの支援をするアーガマだったが、百式とゼータが地球へと降下してしまう。ここアニメで見たかったな。キリマンジャロへと降下したカミーユとクワトロはそこでティターンズの総帥ジャミトフ・ハイマンとフォー・ムラサメに出会った。テレビだとこの回変なシーンあったよな。サイコガンダムで攻撃をするフォーを止めるカミーユだったが、フォーは無差別に攻撃するだけだった。アムロの顔でカミーユが叫ぶやつ。カラバのアムロと合流したカミーユとクワトロは基地から交代していく。なぜあの二人を止めなかった。あのフォーという娘のことか。あなたには分かっているはずだ。もう一度同じことを繰り返させるつもりなのか。しかしフォーを助け出したいカミーユは再び基地へと潜り込み、フォーを連れ出そうとするが、戦火を目の当たりにしたフォーは強化人間としての意識に支配されてしまう。ジェリドは本当にかわいそうじゃな。崖下に投げ飛ばされてたわ。永遠のフォー。カミーユ、戦いの中で人を救う方法もあるはずだ。それを探せ。あるわけないだろう。俺はフォーを守る。完全否定。大勢いたガンダムはモビルスーツ形態でも空を飛べるのか。バイアランの存在意味を消してきたわね。でもボス戦では飛べないんじゃな。
救物資射出。バズーカは痛い。サイコガンダムを追いかけるんぜ。見つけたぞ、神優。ジェリド、邪魔するな。なんかゲリドがおかしくなった。ジャンプしかしなくなったぜ。これは楽勝。フォーはサイコガンダムから離れることができなかった。フォーは自分の運命を悲しむことも知らず、ただカミーユに抱きしめられるだけだった。僕はもうあなたのことをクワトロ大尉とは呼びませんよ。シャア・アズナブルに戻らなければいけないんです。そうだな、カミーユ。キリマンジャロは壊滅した。しかしティターンズの総帥ジャミトフ・ハイマンはシャトルで空へと脱出していき、アウド村はそれぞれの思いを乗せて次の目的地ダカールを目指す。ダカール市ではティターンズの非道を全世界に訴えるためクワトロ・バジーナが議会に立った。議会の方々とテレビ中継を見ている連邦国民の方々には突然の無礼を許していただきたい。私はエウーゴのパイロットクワトロ・バジーナ大尉であります。そしてこの話をする前にもう一つ知っておいてもらいたいことがある。私はかつてシャア・アズナブルという名で呼ばれていたこともある男だ。現在ティターンズが地球連邦軍を我が物にしている事実はザビ家のやり方より悪質であると気づく。一方カラバ追悼の匿名を受けたジェリドは議会放送を阻止すべく通信施設の破壊に向かう。ダカールの日、奴らの目的は議会放送の中断だ。カミーユ、通信施設を守るぞ。はい。人類が空に出たのは地球が人間の重みで沈むのを避けるため。そして空に出た人類がその生活圏を拡大したことによって人類そのものが力を身につけたと誤解し、
ザビ家のような勢力をのさばらせてしまった歴史をとする。それは不幸だ。もうその歴史を繰り返してしまう。あの放送の時間を稼ぐつもりだな。そうはさせるか。今は戦っている時じゃないってのがわからないのか。こちらに戦闘意志はない。よく言うよ。うわ、議会の放送を聞け。そうすればわかる。議会放送だと。空に出ることによって人間はその能力を広げることができるとなぜ信じられないのか。我々は地球を人の手で汚すなと。シダーンズは地球に魂を惹かれた人々の集まりで地球を食い潰そうとしているのだ。すでに人類を地球から巣立たせる時が来た。その後に至ってなぜ人類同士が戦い地球を汚染せねばならないのか。地球を自然のゆりかごの中に戻し、人間は空で自立しなければ地球は水の惑星ではなくなるのか。このダカールさえ砂漠に飲み込まれようとした。それほどに地球は疲れきった。クワトロの演説がゲームの BGM とは憎い演出ね。今、誰もがこの美しい地球を残したいと考えた。ならば、自分の欲求を果たすためだけに地球に寄生虫のようにへばりついてよいわけがない。現にスターンズはこのような時に戦闘を仕掛けた。彼らはかつての地球連邦軍から膨れ上がり、逆らう者は全てを悪と称しているが、それこそ悪であり人類を衰退させていると言い切る。これがシダーンズのやり方なのだ。シダーンズは力だ。力があって全てを制することができる。これ以上英雄の好きにはさせん。やられた。ここで撃破されちゃったわね。ノーコンクリアならず。ゼータガンダム出ます。ほらこれを見て欲しかったから。やられたんぜ。あらま2回目ね。バイアランツエーゼ。というわけで3度目の正直参りました。2度あることは3度あるね。今度こそ今度こそ。でもボス戦から再開するのは嬉しいわね。心が折れにくい親切設計だぜ。なんかわかったぞ。下段射撃で跳ね殺せる。相手のビーム相殺しつつこちらの攻撃がちょこちょこ当たってていい感じね。王冠風。シャアは全世界に向けエウーゴの立場を説いた。それを阻止しようとするティターンズの攻撃は
国民に反感を持たせるだけだった。ダカールでの作戦を成功させたカミーユとシャアはアムロたちの希望を胸に空へと戻っていった。アーガマは中立コロニーサイド213番地へと入港する。そしてカミーユはコロニー内でロザミア・バダムと出会うこととなった。サイド213番地付近に出没する正体不明のモビルスーツ。その正体を確かめるべくシャアは百式で出撃していく。湖畔、金色のモビルスーツだ。どうする？10機目だぜ。ちょうどいいってもんだ。そうだな、やるか。当たり前だ。ハイザックか。もらった。どうやらこれが前半セーブデータがある時のエクストラステージっぽいんじゃ。百式を使ってクワトロ気分が味わえるお得なステージらしい。じゃがな、このステージ難しかったわ。初見だとイージーでもやられまくったぞい。この道のハイザックが強い。基本的に酒にて出撃を封じるタイプ攻撃でちまちま削っていく感じじゃ。ロックオンは攻撃を受けると解除されるので、しっかりと敵の攻撃は避けていくことが重要ぜ。あとハイザックがやってきた蹴り、あれ食らうと激痛。じゃあ2機撃破だぜ。やっちまった。せっかく時期見ろだったというのに。なんか音が飛んだわね。そしてここでバザシーが登場。クワダンのモビルスーツまでいるのか。ハイザックにギリギリで勝ってるとここでやられるわな。最後から切り刻みましょう。射程見切ってるわね。これは芸術点高い。ガザシーが MA 携帯でロコロコ歩くの可愛いわね。これはひどい。なんか百式が無知くってガザシーを働かせているみたいだぜ。
はぁ、一発クリアぜ。ハードモードで初プレイで代わりと戦えている気がする。なんとか潰さずに済んだか。コロニー内にもつれ込んだ戦いの間に、ロザミア・バダムはカミーユたちと共にアーガマへと乗り込んでいた。カミーユの強化人間ホイホイっぷり。コロニーレーザーに改造中のグリプス2を探るために出撃したカミーユは、ティターンズの一員となっているレコアロンドと遭遇した。レコアのことを知り愕然となるアーガマのクルー。しかし気持ちが収まる間もなく、コロニーレーザーがサイド2へ向けて発射された。その威力の前にアーガマは後退するしかなかった。さらにグリプス2はエウーゴの拠点グラナダを攻撃するために月へと移動を開始。その陽動としてサイド2への毒ガス作戦が開始される。目覚め。カミーユ、敵が21番地に接近している。これを阻止しろ。了解。なんだ、体を突き抜けていくような感じは。何が始まっているんだ。かっこよす。ゼータガンダム出撃シーンってここだけなんだぜ。そのシーンだけのためにわざわざ作ったというのがこだわりを感じるぜ。この辺くらいから道中の攻撃も厳しさを増してくるんぜ。許さないもないだろう、坊や。貴様！
メッサーラの悪夢再び。しかし、今回はシロッコではなくサボテン追いなれコア登場のシロッコ。パイロットの差が戦力の決定的差であることを教えてやろう。はい、ザコ。ゼコア、お前にメッサーラは荷が重すぎる。ん？どうしたの？あ、ゼコア勝利！まっすぐ来れちゃった、お兄ちゃん。ロザミ、どうして？ロザミ、モビルスーツは遊びじゃない。お兄ちゃんもやってるじゃない。強化人間だとは思えないな。ロザミ、行くよ。うん、お兄ちゃん。戦いの中、ロザミア・バダムは本来の姿に目覚め、ティターンズへと戻ってしまう。ティターンズとの攻防戦の中にロザミアを見つけたカミーユだったが、ロザミアは新型モビルスーツでゼータを狙う。どうしてもロザミアを撃てないカミーユは、その場を離れることしかできないのだった。ハウンドドッグ、このハウンドドッグかっこいいな。一方、移動中のグリプス2は、グラナダを射程距離に捉えようとしていた。レウーゴはこの局面を打開するため、アクシズに協力を要請する。グリプス2はアクシズの協力によりその機能を停止。月面都市グラナダは一時その危機から逃れたかのように見えた。しかし、地球圏をザビ家の手に入れたいハマンはティターンズとの交渉を試みるが、交渉は決裂。ハマンはアクシズ本体をティターンズの拠点ゼダンの門へとぶつけることを決める。アクシズに手を貸すエウーゴはゼダンの門中域で戦闘を開始。激しい攻防戦の中、アポリーの乗るリック・ディアスは撃破され空に散った。アポリーが慣れしかよ。戦いはエウーゴとティターンズ双方の消耗戦へ突入していくのだった。ついにアクシズ本体はゼダンの門に衝突。ゼダンの門は一瞬にして破壊された。アバオアクーがアバとオアクーに分かれた。そして戦いは新たな局面を迎えようとしていた。リターンズのジャミトフとシロッコがハマーンと交渉をする中、シロッコはハマーンの暗殺を企てるが失敗する。その混乱の中、ハマーンは姿を消し、シロッコはジャミトフを殺害した。しかしシロッコはその罪をハマーンによるものとし、リターンズ艦隊にグアダンを攻撃させる。個人的にはシロッコのジャミトフ暗殺が悪手だったと思っている。キュベレイで出撃したハマーンがシロッコのジオと激しい戦いを繰り広げる。そしてその隙をカツが狙う。なんか一気にティターンズが崩壊したわよね。カツの一撃はシロッコをかばうサラに直撃。サラは空へと消える。森の奥様アン登場です。戦いはハマーンにグアダンを、ティターンズにジャミトフを、シロッコにはサラを失わさせた。
デウーゴはアクシズが手に入れたグリプス2を奪取すべく、グリプス2を渦巻き状に取り囲むメールシュトローム作戦を発動させる。誰かが私を見ている。ハマン様、敵モビルアーマーが接近中です。そうか、キュベレー出る。空の渦。メールシュトローム作戦開始。モビルスタイヤグリプスへ。カミーはハマンの与党だ。手を抜くなよ。了解。いよいよハードモードがこいつを出してくるぞ。遠征感想ありがとう。昔ガガビーのプラモデルをガガシーカラーリングにしたのを思い出した。唐突だわね、ガガビーのプラモとか渋いな。さあハマーン先生、体力がかなり厳しい。キュベレイかっこよすぎよね。ハマーンカーン、お前は戦いを生み出す源だ。生かしてはおけない。ニュータイプか。お前は人を不幸にする。植物だ。お前は人を不幸にするとか存在そのものが鬱陶しいとか、ハマーン様かわいそす。ワープ?ヤードラット星にでも行ったか?ゼータ、私を迷わせたのは貴様か?夢だったのか、今のは。よくもズケズケと人の中に入る。恥を知れ、俗物。
ゼータに。グリブス2は完全にエウンゴが制圧した。モビルスーツ隊はアーガマに帰還しろ。ファンネルが殺じまいだった。これよりアーガマは単独でアクシズを追う。アーガマ全速前進。時代は確実に動いている。倒すべき敵、それは神指だ。そういうことか。メールシュトローム作戦は終了した。エウーゴはグリプス2を捕捉したが、アーガマは単独で月へ向かう。ハマーン・カーンが残した巨大な隕石基地アクシズがグラナダに落ちようとしていたからだ。アーガマは直接アクシズに乗り込み、その進路を変えようとしていた。その頃、エウーゴに反撃を狙うバスクはアーガマに向けサイコガンダムマーク2を出撃させる。ロザミアの中で、モビルスーツが接近しています。何だと？すぐに対応できるか？すぐには。カミーユ、行きます。カミーユか、頼む。そうだ、乗っているのは誰だ？死ね、ゼータガンダム！ロザミ？そうなのか？サイコガンダムの悪夢再び。あの物体も食らうと辛い。あ、やば。
裏に着こうとするとすぐに奥に行って拡散メガ入手口を使うようになるんぜ。あ、やられたわね。盾を出し忘れた。というわけで2戦目です。剣が危ない。撃破したぜ。のぞみ、わからないのか。お兄ちゃんだ。お兄ちゃん。そうだよ、カミーユは君のお兄ちゃんだ。違う、お前はお兄ちゃんとは違う。どこなの、お兄ちゃん。誰でもいい、止めてくれ。アクシズはエウーゴの放ったコロニーレーザーによりその軌道を変えた。一方、ティターンズの掌握を狙うシロッコはバスクオムの乗るドゴスギアに攻撃を仕掛ける。そしてバスクはドゴスギアと共に空へと散っていった。ニュータイプも強化人間も何もできないのさ。できることといったら人殺しだけみたいだな。いくつもの命が消えていった。そのどちらもが人の運命を揺さぶっていた。アーガマはグリプス2目指し移動を開始した。その頃、グリプス2のエウーゴ艦隊はアクシズとティターンズからの総攻撃の中にいた。その戦いの中、カツは撃破されてしまう。カツ、カツ、あなたと会えて本当に良かったわ。サラ、また君に会えるんだね。そしてラーディッシュまでもが、グリプス2の
グリプス2をめぐる決戦の火蓋が切って落とされた。命散って、グリプス2の援護艦隊が総攻撃を受けているようです。なんだと、カミーユ、前進して艦隊の援護に向かえ。了解。大丈夫、カミーユ。メタスター、役に立たなそうなのさ。バーダム出すぎじゃないのこれ。メタス、お、メタス大活躍じゃないの。いやー、敵の攻撃厳しい。あ、カミーユ、レコーさんか。メッサーラからパラスアテネに乗り換えた。でも所詮はサボテン女なんて。しかし、ここできっちりとどめを刺さなかったのはカミーユの悪手。お前のせいで、お前のせいで、今さんが。偏見官庁退場。そして、ジェリボがおめえ挽回するラストチャンスにやってきました。カミーユ、見つけたぞ。ジェリド、貴様のようなのがいるから戦いは終わらないんだ。俺を戦いに駆り立てたのは貴様だ。そんなこと言えるのかよ。俺は貴様ほど人を殺しちゃいない。俺は人殺しじゃない。俺がこの手で殺してやる。そしたら戦わずに済むだろう。Thank you.
ハウンドドッグに乗っていますが、ゼリドって入隊して規制あったっけ？あらー、ゼリドの最後。さあここが悪夢の始まりだった。どういうこと？どうなるの？心折れそうになったぞ。大丈夫？カミーユ、カミーユ、補給物資を受け取れ。ゼコは退場、エマ瀕死。ゼータガンダムもギリッギリなんだけど、ここで終わってくれない？あ、半グラビ来ちゃったわね。よりによってヤザンか。ゼータ、逃がさんぞ。貴様、人が死んだんだぞ。人がいっぱい死んだんだぞ。お前もその仲間に入れてやるってんだよ。遊びでやってんじゃないんだよ。ゼータに海蛇を使う。使われる前に落ちました。はい、このハイグラビの3人対攻撃、恐ろしいほど強い。実際に2体ずつ出てくるんだが、もうハイグラビ見たくない。行くぞ。というわけで1時間くらい足止めされました。よく途中でやめなかった。わし偉い。で、これまでの戦いで得た戦法、ウェーブライダーで戦う、努力と根性の集大成を見てくだされ。高橋名人もびっくりの例だなんて。ウェーブライダー携帯で画面の一番下を左右に高速移動しながら弾よけ。そして下に来た MS 携帯のハンブラビをライフル連射でチクチクやっていく。やられたのか。Thank you.
本当にきつかったぜここ。グリプス2をめぐる攻防戦はエウーゴ、ティターンズ、アクシズの三つどもえの戦いに発展した。しかしまだ何一つ終わってはいなかった。エウーゴがコロニーレーザーの発射準備を進める中、コロニーレーザーを潰すべくグリプス2に向かうシロッコをシャアとハマーンが追う。空を駆ける。どうやらここもエクストラステージのようぜ。これ以上破壊されると発射できなくなる。死にに来たか、シャア！こんなところで朽ち果てる己の身を呪うがいい。そうかな。もしも私の元へ戻る意思があるのならば。何を言う。道を誤ったのだよ。貴様のような誘拐子の内職内は粛清され運命なのだ。わかるか。コニュータイプの何損ないに二人の最強格ニュータイプが混んでも、ここのコンティニューはクワトロ、あのセリフです。まだだ、まだ終わらんよ。ここで言うか。お、気をやった。でもハマーンが許してくれない。あ、まだだ、まだ終わらんよ。終わってます。ハマーン様エグい。というわけでテイク5です。死にに来たか、シャア。こんなところで朽ち果てる己の身を呪うがいい。そうかな。もしも私の元へ戻る意思があるのなら。何を言う。道を誤ったのだよ。粛清される運命なのだ。わかるか。まだだ、まだ終わらんよ。コロニーレーザー内の戦いはシャアにとって辛いものとなった。シロッコ、ハマーンが追う中、シャアはどこへ向かうというのか。生き残った者たちが行くのはどこだ。その予想も立たないまま、人は人の生き地を吸う。神指美団は渦巻く悲しみの中、シロッコ、ハマーンを追う。空を駆ける。2回目のタイトルコール。これ以上は偶然は続かんよ、カミーユ。ハマーン！待て、ハマーン！カミーユ、叶うな。脱出し
しないとコロニーレーザーの発射に巻き込まれる。一緒にここを脱出するぞ。あなたにはまだやることがあるでしょう。この戦争で死んでいった人たちは世界が救われると思ったから死んでいったんです。僕もあなたを信じますから。君のような若者が命を落としてそれで世界が救えると思っているのか。新しい時代を作るのは老人ではない。いよいよ最終ステージです。来ましたね、ハードモードで。何度も心折れそうだったけどこれたぜ。ピターンズ、アクシブ入り乱れての大混戦。やっぱり最終ステージだけあって敵の攻撃も苛烈を極めてきているわね。メガ粒子砲発射。アーガマの援護射撃、これは心強いぜ。攻撃物資を受け取れ。やられた。厳しいわ。気を取り直していきましょう。ゼータガンダム出ます。これ以上は偶然は続かんよ、カミーユ。ハマン、待て、ハマン。脱出しないとコロニーレーザーの発射に巻き込まれる。一緒にここを脱出するぞ。あなたにはまだやることがあるでしょう。この戦争で死んでいった人たちは世界が救われると思ったから死んでいったんです。僕もあなたを信じますから。君のような若者が命を落としてそれで世界が救えると思っているのか。新しい時代を作るのは老人ではない。空中間地点じゃ、ギリギリだぞい。でもここで支援とか復活するからいいわね。タプティマスシロッコ、どこだ。さあさあ泣いても笑っても本当に最後だな。
来た来た来たー。パプティマスシロッコ。ジオだぜ。お前だ。いつもいつも脇から見てるだけで人をもてあそんで勝てると思うな。ウォッフ一気に持っていかれた。いきなり大ピンチじゃないの。フル状態でジオ戦迎えられたのに攻撃力エグすぎぜ。なんか界面波飛ばしてきてるんだけど。いよいよ風前の灯火になったぞ。危ない危ない危ない、危険が危ない。おお、これは申し訳ないが、この先のムービーはカットなんじゃ。あの衝撃の最後のムービーが流れるぞい。さてさて、機動戦士ゼータガンダム後編、空をかけるハードモード完走したぞい。やったわね。ノーコンティニューじゃなくて残念だったな。ノーコンティニューは許して。というわけで感想戦じゃ。偉大すぎる初代ガンダムのシステムを引き継いだのに悪い操作性のため評価を激しく落とした前作。その反省からなのか、そもそも最初からそういうコンセプトだったのかは不明だが、圧倒的に向上した操作性、操作しやすくなったことで難易度も最適になったのか、わしでもハードを頑張ればクリアできるレベルになっておる。これは初代に匹敵するくらい神ゲーになったんじゃなかろうか、と思うくらいの出来じゃ。ボリュームすごく遊びごたえもある作品となっている。ただ?押村区は前作じゃな。前作も今作と同様の操作感だったら、初代、ゼータガンダム前編、後編と3作揃い組で神ゲー認定されていたはずじゃな。そして商業的に成功を収めてガンダムダブルゼータに繋がっていたはずじゃ。ダブルゼータやりたいんじゃー。バンダイさんぜひ、今の世の中に復活させてくれませんか?前編の操作感を見直せば今でも通用するゲームだと思います。ああ、あと100式操作できたの嬉しかったけど、スーパーガンダムも操作したかったな。というわけで総評としては、ゼータガンダム後編は初代に匹敵するほどの良作神ゲーじゃった。本当に前編はもったいないことしたな。じゃ。前作と打って変わって良作認定なのね。やっぱりゲームにとって操作性って重要なファクターなんだぜ。操作しにくくて難易度が上がっているのはユーザーからすると理不尽極まりないからな。とまあ、残りはエンディングをじっくり見ていってください。当時の CG って感じのが満載じゃ。というわけで今回はここまでです。よかったら高評価やチャンネル登録よろしくなんだぜ。本当によろしくなのぜ。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。